第二説「キリスト教の死生観」とスウェデンボルグの霊界の書西欧社会の精神的支柱であるキリスト教の死生観は東洋の宗教である仏教とはかなりの違いが見られますキリスト教の源流はユダヤ教にありイエスもユダヤ人です中近東のアラブ社会に大きな勢力を持つイスラム教もその源流は キリスト教と同じユダ,ヤ教ですユダヤ教もイスラム教も硬直した原理主義の一神教でありほぼ共通の死生観を持っています一方仏教の考え方は輪廻転生に見られるように時間は果てしなく循環しある世界が消滅しても膨大な歳月の後には再生すると考えていますこれに対してキリスト教は 霊魂の存在は肯定していますが歴史は神が書き下ろした一回限りのドラマで現在の歴史は天地創造から神の王国が完成する途上にあると考えていますいつか分からぬ未来に神の最後の審判が行われる時すべての死者はよみがえり神によって生前の行いをはりにかけられて善人と罪人に選別されます 新人深き善人は天国にあげられて永遠に神と天国で幸福な生活を送りますが悪魔の誘惑に負けた信心なき罪人は地獄に落ちて永遠の豪華に焼かれる苦痛の日々を送ると説かれています。キリスト教の思想では人類の歴史もちょうど肉が次第に腐敗していくように時間とともに腐敗していくと考えています。 そして、不肉にうが湧くように、人間の間に不正が行われ、悪魔やサタンの仲間が地上にはびこりますが、メシア救世主であるイエスと天使の軍団は、端固として、サタンの軍団と戦い、これを攻め滅ぼします。最後に、キリストは、天国に至る者と、地獄に至る者を振り分ける、最後の審判を行うのです。 どのような悲惨な生涯を送っていようともキリストを信じ行い正しき人は最後の審判の日に復活して天国で永遠に至福の生活を送ることができるようになるのです逆にどのような栄養映画を極めた人でもキリストへの信心なき者は地獄へ落とされ永遠の豪華の中で苦しむことになるのですスウェーデンボルグの生涯 キリスト教中心の西欧において、私は実際に人間の死後の世界すなわち霊界を見てきたという驚くべき人物がいます。その人はエマニュエル・スウェーデンボルグ、エマニュエル・スウェーデンボルグ1688-1772というスウェーデン人で18世紀の偉大な科学者であり霊能者です。スウェーデンボルグは 数学、物理学、天文学、生理学、経済学、哲学などの分野で18世紀最大の学者の一人としてすでに20世紀の水準に達する説を打ち出しています。一方で彼は偉大な霊能者として知られています。1747年より彼は一切の科学的研究を放棄し後半生の約30年間。 心霊的な生活を送り霊界の研究に没頭しました生きながら霊界に出入りする霊的生活を送りヨーロッパ中で大きな話題を集めました彼が霊界で見聞し体験したことを書き残した膨大な著書は現在もロンドンの大英博物館に保存されています1772年3月29日 自分が予言した日に亡くなななり、今なお人人人類史上最大のの不思議な人物の一人とされています。スウェーデンボルグの霊界探訪記スウェーデンボルグが彼の霊的な体験をもとに書き記したのがスウェーデンボルグの霊界探訪記ですこれは数十冊に及ぶ大著述で実際に自分の目で見て耳で聞いてきたことだという副題がついています スウェデンボルグの霊界探訪記の膨大な著作の全貌を示すことは不可能ですから彼の著書から要点を抜粋して箇条書きにまとめてみましたスウェデンボルグはキリスト教圏の人ですが彼の考え方は正統派キリスト教の教えとは少し異なっておりむしろ一部は仏教の死生観と共通する点が認められます